アントアン・エドワード・リチャードソンは、バハマ・ナッソ出身の元プロ野球選手、ウト・リョーダ。2020年シーズンより、MLB のサンフランシスコジャイアンツで一塁コーチを、務める。21世紀で、唯一のバハマ出身のメジャーリーガーである。2001年の MLB ドラフト27巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名されるも拒否。2002年の MLB ドラフト27巡目で、 前年と同じオリオールズから指名されるも拒否。2004年の MLB ドラフト13巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名されるも拒否。2005年の MLB ドラフト35巡目で、サンフランシスコジャイアンツから指名され、6月16日に契約。この年は、参加のルーキー級アリゾナリーグジャイアンツで、プロデビュー。53試合に出場して打率。321。 1>, 1本類打、10打点40盗塁と結果を残し、アリゾナリーグのオールスターに選出された。2006年は A 級オーガスタグリーンジャケッツでプレイし、124試合に出場して打率、292二本類打、28打点66盗塁を記録した。2007年は A 級サンロゼジャイアンツでプレイし、107試合に 出場して打率二百七十九2本塁打二十九打点四十三盗塁を記録した。二千八年は AA 級コネチカットディフェンダーズでプレーし百二十三試合に出場して打率二百四十一五本塁打三十一打点三十三盗塁を記録した。二千九年も AA 級コネチカットでプレーし五十試合に出場して打率。 207、6打点、6盗塁を記録した。7月24日に自由契約となった。2009年シーズン途中に独立リーグである、ノーザンリーグのシャンバーグフライヤーズに入団。27試合に出場し、打率。287.6打点、20盗塁だった。2010年1月12日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結んだが、4月3日に自由契約となった。 その後、ノーザンリーグのシャンバーグに復帰し、4試合に出場。2010年5月26日に、ブレーブスと再びマイナー契約を結んだ。この年は、参カの AA 級ミシシッピブレーブスでプレイし、74試合に出場して打率。279、20打点、24盗塁を記録した。8月に、トリプル A 級グーインネットブレーブスへ昇格。 トリプル A 級グーイネットでは7試合に出場した。2011年、マイナーではは A 級ミシシッピでプレイし、91試合に出場して打率。283、21打点、17盗塁を記録した。9月4日にメジャー初昇格を果たし、同日のロサンゼルスドジャース戦でメジャーデビュー。5回裏に代打として出場し、 クレートン・カーショーからメジャー初安打を放った。この年メジャーでは9試合に出場して打率500を記録した。オフの11月2日に FA となった。2011年12月16日にオリオールズとマイナー契約を結んだ。2012年シーズンは参加の AA 級ボーイベーソックスとトリプ a a 級ノーォークタイズでプレー。 AA 級ボーイでは90試合に出場して打率。279、1本塁打、15打点、26盗塁を記録した。オフの9月16日に第3回 WBC 予選のイギリス代表に選出されたことが発表され代表入りした。オフの11月3日に FA となった。2013年2月1日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。 開幕から参加の AA 級ニューブリテンロックキャッツでプレーし33試合に出場して打率33614打点14盗塁を記録した5月にトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスへ昇格トリプル A 級ロチェスターでは82試合に出場して打率26529打点25盗塁を記録した オフの11月5日に FA となった。ニューヨークヤンキースでの現役時代2013年11月11日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び2014年1月29日に球団が発表した。この年マイナーでは参加のトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレーし93試合に出場して打率271 三本塁打、二十二打点、二十六盗塁を記録した。九月二日に、ヤンキースとメジャー契約を結び、十三試合に出場。打率、三百十三、一打点、五盗塁を記録した。オフの十一月三日に四十人枠を外れ、トリプル A 級、スクラントンウィルクスバリへ降格し、十一月六日に FA となった。 2014年12月11日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。2015年3月11日にメジャー契約となったが、3月27日に追間版ヘルニアの手術を受け、4月2日に60日間の故障者リスト入りした。10月21日に40人枠から外れ、参加の、AA、a a a 級ラウンドロックエクスプレスに降格した。 オフに自由契約となり、12月14日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結ぶ。2016年4月25日に自由契約となる。5月29日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結び、6月22日に自由契約となる。7月8日に独立リーグであるアトランティックリーグのサザンメリーランドブルークラブスと契約。 2017年3月7日に33歳で引退した。2020年シーズンからはジャイアンツの一流県外野守備コーチに就任した。ありがとうございます。